さんこんにちは、漫画家の新本真です。おいでつくです。よろしくお願いします。お願いします。ということで今日はですね、はい、煽り俯瞰を書いてみようという企画やっていきたいと思います。これは多分難しいと俺は思うよ。皆さんからこの間また動画に対するお悩みをコメント欄でもらいました。はいはいはい、はい、そしたら煽り俯瞰の構図が書けません、書き方を教えてくださいというコメントが来ててね。もう無理無理無理まあ、あいつかそうそう煽り俯瞰もよく分かってたと気がするんだけども、いつもだったらうちのチャンネル煽り俯瞰の書き方について説明していきますにするじゃない。あ、まあ確かにいつもはね。今回は煽り俯瞰を書いてみようにしたの。書いてみよう。それはね、なんでかっていうと、私もみんなに教えるほどうまく書ける自信がないよ。煽り俯瞰、うん、ということで、まあ、でもまあとりあえずはやっていきたいと思います。はい、ということで、まずこちら見てください。はい、こちらが、俯瞰です、はいはいはい。カメラがここにあるのが俯瞰。で、こっち、下、カメラがこの下、地面で、この下の方にあるのが煽りです。はいはいはい、まあ、どういうイメージになるかっていうと、こういう感じと、わー、なるほどね。こういう感じになってくるイメージ。はい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 。クラッカーやん、クラッカー。まあまあ、クラッカー。まあそう、クラッカー。本当は円柱、人間、まあ、なんて言えばいいかな。なんかわかりやすくこういう形にしたけど、はいはいはい、この形の当たり取る人じゃないからね。因で説明するために。イメージね。そう。特に私、この煽りが苦手なんよ。なんか見下すみたいなもん。見てよ、この私の試行錯誤した感。だけど、なんとなく、原理は私説明できるから。あ、原理うん、みんなになんとなくこういう風なこと考えて書けばいいよっていう説明をしながら、最後、私もみんなと一緒に練習で書いてみたいと思う。ほうほうほう。だから、私もうまく書けないから、みんなと一緒に今日は一個成長できるように。なるほどね。まあ、説明しながら改めてそうだよなと思いながらやっていきたいと思います。じゃあ、まずは、俯瞰と、煽りの、ま、考え方。なんだけども、うん、まずは、四角い箱がここにある。うん、これは、真正面から今見てる。煽りでも俯瞰でもない図。はい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 。で、これを、まず俯瞰、上からカメラで見たときは、うん、まあ、こんな感じで今赤い線が裏側にあるものだとすると、うん、まずこの上のここの面だね、が見えてくるので、うん、ああ、はい、上の面が見えてきて、下に行くにつれてすぼまっていくって考えてくれていい？はいはいはい。こういうふうに物はすぼまっていく。ああ、はあ、上から見るとね。そう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 。まあ、極論こういうふうになります。うん、で、見えなかったところが、まあ、こんな感じ。OK？ うんうん、こういうふうに考えるのが、うん、俯瞰。ああ、で、これ全く逆のことをしたらいいのね。煽りはね。うん、まず、本来見えなかった、この下の面が見えてくる。うん、ここが見えてくる。はい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 、はい。で、上に行くにつれてすぼまっていく。うん、OK？ あ、これが煽り。うん、で、この中に人を入れてあげればいいんだ。むずいっていうか多分ね、あれだ、俺、うん、図形苦手だったんよ、すごい。なんか、その立体的に見えるみたいな。図形は考えなくていいよ。これはみんなになんとなく分かりやすく意識してもらうための箱だから。別にこれ箱は意識しなくていいんだよ。うん、でもこんな人を入れた時どう見えるかっていうのをみんなに考えてほしいよね。これって将棋のあの王だもん。駒。いや、まあでも、いやその中にこうやって人が入ってた時どういう風に人がなるかなっていうのを。だからこれをちょっと人で今書いてみたいと、うんうん。じゃあこれ人じゃん。うん、この中に人が入った時こうなったとこうなった時どうなるかっていうのを今から説明していくね。うん、はい、まずどう見ても上が大きくなるから。頭がクソでかいね。上から見た時は頭が、イエス君言うと頭がでかくなるよね。うん、頭がでかくなる。うんうんうん、でかくなる。で、うん、目の位置は上から見るから、うん、この頭頂部が見えるようになるんだよ。エス君が今ここにいたら、ここから見るとここが見えるようになるから。うん、こういうことだから。逆、こうなるから、顔が下になったから、顔を描くとき目の位置がいつも自分が描くよりも下になる。ああ、そういうことか。うん、まあ、ちょっとここの頭頂部が見えるんだよな。みんなに分かりやすくここに十字を書いとくね。うん、こういうことになります。はい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 、うん、あ、だからつむじが見えるんや。そうで、首が見えなくなる。今度首が見えない、中に入ってくるの。顎の中に入ってほとんど見えなくなる。確かに確かに。で、今度肩の上の面が見えてくる。はあ、肩の上の面が、はい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 、見えてきて、肩があるじゃないここに。うんうん、もちろん上より下の方が徐々に細くなっていく。ああ、これ見るとね。うん。うん、だから、本当は関節とかがあるんだろうけど、まああんまり考えないから、チューッとどんどん細くなっていく。うん。で、手がちっちゃくなるわけだね。うん、こういう風になるわけだね。うん、で、腰が、お腹の腰の部分が、
どん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 体は先に行くにつれて細くなるし、うん、短くなると思ったらいいと思う。短くなるんだ、ここの幅が。あー、そうかそうか、そういうことか。ただこれがね、あんまり短くするとうまく描ける人は描けんだけど変になるよ、ここがね、キュッてしすぎると。このバランス取るのがね、私すごく難しくて。確かになんかめっちゃだから短すぎると、うん、このなんかあの足が短い人みたいになっちゃって、まあでもまあここにこの箱書いてたらこうなるね、上から見たら人は大体。まあ確かになるわ。で、この逆なのよ、逆で全く違うことをすればいいわけ。うん、頭ちっちゃくて体でかいってこと。そう、そういうこと、そういうこと。これがまた足から書いていくか頭から書いていくか、私すごいむずくてさ。でもまあ頭からいこう。頭はちっちゃくなるね。ちっちゃい頭。いや、まあまあ極論だからねこれ。で、今度はね、首は顎の下が見えるよ。あ、見える、確かにそうだ、ね、上がるもんね。顎下が見えるようになるなっていうところね、まずね、うん、で、逆ね、目はいつもより、まあ顔の角度にもよるんだよこれは、うん、でも上に行くと思った方がいいよね。 こっちはさっき下に行ったじゃない、うん、今度は目はいつもより上側に行く、逆側か、うん、ここが人間の構造むずくてさ、私もなんて説明していいか、肩があるじゃん人間の、こういう風に、あるある、この肩が出てくる。でもこれもまた角度によるじゃん、斜めだとっていう話で。あ、真正面とまた全然違うもんね。そうそう、で下に行くにつれて出てくるのが、さっきは肩の方がでかくて手がちっちゃかったやん、でもこれが今度は手の方がでかくなるね、肩にくらいで、こうやってで下の方がでかく見えるんだから。あ、そうかそうかそうか、下から取ってからね、で体もどん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 下に行くにつれてでかくなって、足が要は一番でかくなる。確かに、極論な、極論、うん、分かりやすくみんなに言うと極論こう、うんうん、確かにそうだ、これこれこれ、うん、これがなんとなくまず理解できること。あ、これね、うん、うん、でもさ、人間こんな垂直なのみんな描かないじゃん。あと例えばさ、真正面のカメラだけども手をこうやって前に出してたらみんな見ても思ったら分かるけど、そこで、うん、手なんかほぼ私の今顔と同じぐらいサイズになってたり、顔より手の方がでかくなってるわけじゃん今。あ、これも描かなきゃいけないやん、みんな演技になる動きのあるポーズって。はあ、これむずいよね。それを描くためには、うん、これをある程度理解しないと描けないってこと。とか、まあだから手前に来るものがでかい、奥に行くものが小さいってことを理解するのが大事。ああ、なるほどね。そうすれば別にこれ煽り俯瞰じゃなくて、さっき言ったこういうポーズとかにも応用効くと思う。ああ、なるほどね、うん、ともう一個、これ結局何が難しいって、いろんな角度から手足が描けなきゃいけない。あ、正面、みんないつも正面から絵を描くときはなんとなくこういつもこう描くピース、このピースだったけど、それを例えば本当このまま真下にいたらこの角度のピースとかが描けなきゃいけない。あー、そういうこと。むずいよね。だからやっぱもうこれ資料見ながらやるしかないと思うんだけど。あ、資料見てたんだ。いや、だからもういつも、いや、私もあんまりその、そこまでのやつ書いたことないっていうか、書いたことないよ。そうなんだ。うん、そうそうそう。という感じなんですよ。で、最後に、と言うてもみんなこれだけじゃさすがに書けないと思うから、うん、もうちょっとだけ顔だけ、詳しく。顔だけ、うん、やって、最後、私たちの挑戦時間にしたいと思います。じゃあ最後に顔ね、はい、まあとりあえずまずここからだって思うからみんなね、顔のね、渡り障りもない正面から見た簡単な顔を描きましたね。いつもの新聞先生の女子や、まあ描きやすいようなね。で、まあ正面から見たあたりも、まあ完全にこういう十字、うん、真正面の綺麗な十字になってるよね、うんうん、ということでこの子をちょっと斜めからの、俯瞰と斜めからの煽りみたいなイメージでざっくりなんだけど描いてみました。ポイントはね、この目の十字の線がどうなるかっていうと、少しこう下の方に行くんだよね、こういう風にね、うん、で、この頭頂部が見えるんだよね、だからこういう形で降りてくるんだよね、このイメージね、うん、ざっくりこうだったのがこういう感じになる。なんかね、これをね、すんごく球体で考えると、まあ、こうなるんだけど、これもうちょっとここをまっすぐ十字にした方がいい。ここは下ろすんだ、うん、ここら辺はここは球体でいいんだけど、まあまあまあこういうイメージで、ここら辺はねぴったりね十字にした方がバランス取りやすいと思う、人の顔は。なんかこうそんなにここは顔の部分は球体じゃなくて、まっすぐなところに鼻とかがピッピッて出てるよみたいなイメージで撮ってあげた方がいいと思う。で、これ全く逆も同じ感じで、こんな感じでイメージしてあげるといいと思う。これもこう逆になった時、こういう風に撮りたくなるんだけど、こうすると結構歪みやすいから、ここら辺はしっかりわりかし直線的な十字のイメージで撮ってあげた方が撮りやすいと思う、顔のバランス、っていうイメージです。で、あとポイント、上から見た時はここのつむじ見える、
下から見た時はここの生え際もほぼ見えない、うんうん、っていうところで、逆にここの顎が見える、あここら辺ポイントかなと思います。顔だけで言うと、はい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 、さあむずいぞ、これを書こう、ちゃんと体まで入れてね、もちろん。じゃあちょっと今の資料並べるよ。だからこんなイメージでちょっと今回はやったんですけど、私もまだ正直うまく書けないから、うん、まあ、今回は皆さんと同じ気持ちで最後挑戦するので、そこをみんなに見てもらいながら、頭抱えるわこれ。あとね、そうだ、もう一個ポイント忘れてた、みんなに教えてあげれる、あの線を手前にあるものの方が太くすると立体感が生まれやすいから、うん、例えばこの絵で言うと、こう手前にあるの頭だとしたら、うん、ここを太くする、うん、で、足先のペン線を細くする、うん、こっちで言うと、この手の他のこの手前にあるものの方の線を太くして、この先を、頭の方の先の線を細くするみたいなのと、より力強さが手前にあるものに来るから、なるほどね、こっちの方が手前に見えるようになる。だからこう手を前に出してるポーズだったら、こっちの手を顔よりも太くしてあげる、線を。ってなると、あの、立体感って生まれやすいと思います。誰何をしようかな。でもね、正直私、俯瞰は描くの。漫画でめちゃくちゃ。っていうのを漫画で、そのキャラクターたちがどういう風に今ここにいるかみたいなのを教えるときに、めちゃくちゃ俯瞰のポーズって使うの。上から見て、物の位置関係とか、例えばこの人はここに行って、この人はここに行って、ここで背景も含めて全部。今この部屋にこういう感じで配置されてるんだ、みたいなのを読者に教えるために、絶対そういうシーンって入れるから、わりかしこの上から見た方は描くのよ。こっちだよね、苦手なの、こっちだ、これにやるわ、今日は挑戦して。あなた裸足でしょ、うん、ちょっと足の裏見てて、全然違う、これこれ書けねえじゃねえか。私だってこんな真面目な人やつくらい見たくないよ見たくないけどしょうがないよ、書けねえじゃねえかよ俺がよ。ちょっと待って、またハギハギや。あ、でも、まあ、意外とうまいんじゃね。はい、ということで最後は書いてみようで挑戦してみました。こんな感じです。めっちゃ難かったわ。まずはじゃあ私の方から。私はなんかとにかく足を手前に出してて、苦手な。めっちゃ怖いわ。やっぱさ、こういう足を手前に出すポーズっていうのは、こう、偉そうなポーズ、顔に合ってると。私にひざまずきなさいじゃないけど。王様的なね。っていうので思って、で、まぁ、あ、ちょっとシンディちゃんいつもより偉そうに、シンボ先生も偉そうに。めっちゃ偉そうやん、こいつ。して、ちょっと極端だけど、手前は太く、奥は太く、このプロッキーのね、太い側と細い側をね、使って、ね、やってみました、うん。私もまだまだだけど、まぁ、あ、ちょっとずつこういう絵にも挑戦はしていきたいな。俺の足見てた割にはさ、うん、なんかシワみたいなのないよ。そんなシワかからなくていい。なんでそのシワまで最近言ったの。デフォルメ、デフォルメ漫画の世界は。デフォルメなのよ。で、エス君も初挑戦してもらいました。どう俺のこのハギワギ。いいよ、わかるわかる、あのこっちにふわーっていうさ、ただハギワギ描くよりも、怖さは増してるよ。そうでしょ。ただ、ちょっとなんか。これだってさ、こっちはさ、煽りで、こっち俯瞰だったんでしょ。両方一応挑戦しようと思って。これさ、俯瞰に見えないっていうかさ。だから、顔を大きくして、で、どんどん体が細まってんじゃん。ちゃんとあの、シーモン先生の将棋の駒みたいな逆三角形みたいなイメージして描いてた。こうなったんだよ、俺。そう見えなくてさ、こういうタッチの絵柄に見える。なんかこの人日頃から手足をめっちゃちっちゃく描くんだな、みたいな。めっちゃ難かったわ。これ難しいな、とにかく。いや、難かった。みんな私と一緒に今後もこれ頑張って調整していきましょう。ね。ということで、よしかちゃん、たらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。またコメント欄でね、お悩みなどもお待ちしております。では、他の動画でお会いしましょう。漫画家の柴田慎太。バイバーイ。ファイトファイト。